トップランクを育成せよということですけどね。でもね、あのこうやって陛下に言われても、ゴルフって道具があってね、で道具もその私が言う通りにやっぱり開発しないとダメなんですよ。ところがその、メーカーさんのね、いわゆる、プロのレッスンのそのああいう登録とかね、そういうのでも全部クラブとは別になっちゃってるんですね。でそういうのを押し付けて使わせてやってますから、その勝てる道具を作らなければダメなんですよ。でそれを私は言って、ます。そしてそれがね、結局、私がこう教えて勝てる子でも違うメーカーと契約して、その子のメーカーが言うこと聞かないければやっぱりああやって、容易に甘んじたりしちゃうんですね。でそれは私よくわかります。そしてパッティングなパターなんかも重要で、そのバランスの要素、ヘッドの要素っていうのはすごくあるんですよね。だから私なんかアクシデントの鉛で変えながらねやってますけども、あれを本当は内側から作り直したいとかってこう思うんですね。で今の道具っていうのは昔みたいに簡単に重さの改造もできません。ドライバーなんかの中にあれをバランスを入れられませんから。ですからやっぱりこういうこともあるんでね。でそれでもあまり技術だけきちんとセッティングを覚えれば勝てますけども、なかなかね、私も今まで教えたくないってなりましたからね、ただじゃね。でそれはきちんとそのこう私がね、指導者の育成塾でも何でも、もうその時給でも何でもいいからね、やってそういう人たちを育てないとダメだということが分かってるんですよね。だからこう育成するんでも、そのプロゴルファーいっぱい集めて育成すれば必ずいい方向に行くとは思います。はい、以上です。